あの皆さんご存じないだけで、回転寿司って、あの子供とか赤ちゃんとかがベタベタ触ってたりするんですよ、他の皿を。なでもそういうもんだよねって、家族連れ系の回転寿司は。で、あの家族連れ系じゃないところの回転寿司とかだと、あのカウンター席しかなくて、あのみんなこうどこで撮ってるかが見えるっていうタイプの回転寿司があって、そっちはまあそんなに子供がいないから、あのそういうのが起こったの僕見たことないんですよ。でもその あの地方とかにありがちなボックス席でそのそれあのここについたてがあってなんか横とかで何してるか分かんないっていうのをよ,よくあることだとは思うんですけどただそれを可視化してしまうとみんなそういうのがあそういうところなんだっていうふうに気づいてしまうんですよね。こんな例え話というかあの話を前もした時にきあのどん引かれたことがあるんですけど高校の,の時にぼあのここの友達が某ファミリーレストランでバイトをしてる時にあのご飯を、まああをファミリーレストランってお皿の上にご飯盛るじゃないですか。 で、その、そのお皿ってちゃんと洗わないよねっていう話をしてて、で、なんでちゃんと洗わないかっていうと、まあ、ご飯粒ついてたとして、上にご飯粒乗せたら、絶対わかんないじゃないですか。だから、まあ、普通に乗せるよねって話をしてて、まあ、そうだよね、みたいな。 で、その飲食店とかで、じゃあ、そのなんか牛丼屋とかで働いてて、で、なんかこう、切ってる最中のサラダとかがこう床にビチャッとか落ちても、別にそれ拾って入れたら絶対分かんないじゃないですか。で、それがこう、サラダコーナーのパックの中に入って並んでますみたいな。で、その飲食とかの業界で働いてる人的には、まあまあそれぐらいあるよねって、あの働いてる人は見てるはずなんですよ。あの、あそんなことしませんとか、あの、書いてるんですけど、辞めてとか書いてるんだけど、あの飲食店ってそういうの必ず発生するんですよ。必ずででもなないかな一部はあるんですよでそれ見たら食べ ないよねはそうなんだけど結局そのだから落ちただけでじゃさ廃棄にしてたらもったいないじゃないですかえ働いてる人が高校生のバイトとかだから手抜いてるわけだからなんかね期待しすぎな気がするんですよねだから僕その飲食店に行った時にあの必ず敬語なんですよあの店員さんとかにもその要はあのそこなんか飲食店とかで大変な態度をしてらっしゃる人って僕すごい勇気あるなと思ってて なんか、あの、あいつムカつくって言って、裏でペッとか言われて、なんかパスタとかかき混ぜられて、出されても100%わかんないじゃないですか。だからよく食い物屋でこの人丁寧に偉そうにしてんなと思って。だからなんか、そう、まあなんかそういうのがご褒美ご褒美とかいう、そういうタイプなのかわかんないですけど、だからなんかもうその飲食店とかその居酒屋さんとか、なんかその口に入れるものを出す店では僕は必ず低姿勢にしていません。はい